はい、えー、シンプルテックさんが販売しております、リクセベルのソーラー充電屋外照明ライト、LED ですね、えー、キャンプライト、ソーラーライト、防水、太陽光発電の省エネ、屋外照明、えー、軒下、壁掛け、えー、庭先、玄関周りなどに、えー、対応しております、まあ、アマゾンで星5ですね。 2199円に現在価格になっております。えー、かなり薄くてね、えー、これちょっとな便利な商品ですね。はい、えー。紹介していきたいと思います。8時間。はい。でこういう感じで、はいえー。早速開けていきたいと思いますね。はい、えー。こんな薄い箱に入っております。開けました。えー、こんな感じで LED が1、2、3、4、5、6、7。 8、9、10個ついておりますね。10個付きの LED で、えー、ビニールに覆われておりますね。全体が防水というか、ビニールに、えー、全体が覆われておりますね、えー。ビニールに覆われてるんでね、完全密封の、えー、ビニールに覆われてるんで、雨が、少々の雨でも中には染みないと思いますね。えー、ビニールを破られればもうダメですけど、はい。防水性能ありということで。えー、こう左右に強力な磁石がついてましてね、 えー、冷蔵庫にもペタッと引きつくし、えー、車の車体にもパチッとつくという白物ですね、えー、非常に便利です、えー、薄くてねダッ,シュポダッシュボードなんかにこう入れとかれるとね軽いんでね非常に軽いんでまあ、えー、カバンの中リュックの中、まあ、使い道はいろいろありますねまあこういうところねビニールで茶地なんですけどこれをこうまあ絡みなんかなんかに吊るしてね えー、登山するときに光、えー背、背に、えー、太陽光が当たってればね充電しておきますんで、えー、非常に優れた商品ですね、はいえー、これ自らね、えー、USB で充電するポートはありませんので、供給,給電ポートないんで、もう太陽光オンリーといった商品です、太陽光とここが電源と、何度も言うように、ここが磁石と、磁石でパチッとつくと。 いった使用もので非常に便利ですよね。車の上にでもいろんなところにつくといった商品で、えー、まあ LED ライトが10棟ついて防水はまあ IP の64ということになっております。まあ、電池ライズですね。電池がもう内蔵、リチウムが内蔵されてますんでね、太陽光で、えーまあ、どれぐらい持つかというのが、ね、まだちょっとそこまで調べてませんけど。 はいちょっと点滅させます。こんなに明るいですね。下見てもらえれば。はい。えー、こんな感じで明るさ。はい。えー、まあ、ちょっとハレーションを起こさん程度に、えー、角度を変えてお見せしますね。えー、これ10個ついてる状態ですね。はい。えー、これでもう一回押します、えー。ここ真ん中を押します。はい。これでハイモードです。これハイモードとローモードがありますね。で はい、点滅モードもありますね。今3段階ですね。4つ目、4回、もうはい、1、2、3の3つモードがありますね1回が。1回目がローモード、2回目がハイモード、3回目軽く押すと点滅モードという風になっております。非常にね、えー、見た目は非常にいいですね。 えー、ここオレンジで緊急用のね目立ちやすい色になっております。えー、こういう感じで、はいえー、英文ですね、表記が詳しい説明書全く入っておりません、裏にあるこの説明だけです、えー。これ英文で書いてあるんでね、中国製じゃないんじゃないかなと思うんですけどね、はい、えー、こんな感じになっておりますね。えー これ英文わかる方はねわかると思いますので今現在見せておりますが商品はこんなような非常に優れた薄めの LED ソーラー充電タイプの、うん、キャンプなんかにもってこいですねまた車の修理とか車が故障した時にパシッとね後続車に危険を知らせる場合にも非常に役立つ商品ですね見た目はね。 ちょっとこう空き缶の蓋にこう LED が入ったような感じですけどね、なかなか優れものですよ。全体的に薄くて軽い。で、こちらもなかなかかっこいい。これ、えっ、ー、と、リュックなんかにね、こう、カラビナでぶら下げておくと非常にいいと。またテントの横とかにね、夜になったら重宝する汁物です。最後に点滅させて終わりたいと思います。1階のモードですね。これがあーローモード。で、続いて、えー はいハイモード、明るいですよね、ハイモードで最後に軽く押して点滅モードといったところで、えー、点滅モードをお見せしながら終わりたいと思います。えー、こちらね、URL 貼っときますんで、えー、これから夏場、役に立ちますよね、えー、買いたいなと思う方は URL 貼っときますんで、の、え、ぞ、ー、いてみてはいかがでしょうか。 リクスベルのソーラー充電式屋外照明ライト、LED、キャンプライトにも使える、ソーラー充電式の LED10 灯のご紹介でした。ではまたです。さようなら。